この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。運動の前には準備体操です。一緒にやりましょう。この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。運動の前には準備体操で、この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。体操服、鉢巻き、ともに装着完了しました。体操服、鉢巻き、ともに装着完了しました。運動の前には準備体操です。一緒にやりましょう。とりゃー、いきますよ、いきますよ。とりゃー、やっ、いきますよ、やっ、いきますよ。どりゃー、スポーツマンシップにのっとり、運動会は真剣勝負です。優勝するのは私ですよ。戦いとは違う練習も楽しいですね。規則違反がないようしっかり覚えないといけません。鉢巻きを締めるとなんだかやる気が出てきますね。運動会はお祭りみたいで楽しいですね。体は仕上がりました。あとは本番で結果を出すだけです。体操服は動きやすいですね。気に入りました。運動会へ向け準備に余念はありません。どんな競技も日頃の経験を生かして頑張ります。私きっと活躍してみせます。私きっと活躍してみせます。期待していてください。やりました。私たちの優勝です。運動会であっても手加減せず戦うのが礼儀です。いい勝負ができました。ありがとうございます。運動の前には準備体操です。一緒にやりましょう。体操服、鉢巻き、ともに装着完了しました。あとは出場を待つのみです。この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。素敵です。お久しぶりです。運動会の日は近いですから練習も追い込みましょう。この時を待っていました。運動会では活躍してみせます。おかえりなさい。運動会に向けて秘密の特訓をしていたのですか。おかえりなさい。運動会に向けて秘密の特訓を、お久しぶりです。運動会の日は近いですから、お久しぶりです。運動会の日は近いですから、お戻りいただけましたか。早速運動会の準備を始めましょう。おかえりなさい。運動会に向けて秘密、お久しぶりです。運動会の日は近い、お戻りいただけましたか。早速運動、お久しぶりです。運動会の日は近いです。おかえりなさい。運動会に向けて秘密、おかえりなさい。運動会に向けて秘密、おかえりなさい。運動会に向けて秘密、お戻りいただけましたか。早速運動会、お戻
れ様です。運動会のため体は温めておきました。お久しぶりです。運動会の日は近いですから。お久しぶりです。運動会の日は近いですから。お疲れ様です。運動会のため体は温めておきました。いよいよ運動会間近ですね。日頃の鍛錬の成果を出してみせます。いよいよ運動会間近ですね。日頃の鍛錬の成果を、いよいよ運動会間近ですね。日頃のお戻りいただけ、この時を待っていました。運動会お戻りいただけましたか。早速運動、お戻りいただけましたか。早速、お久しぶりです。運動会の日は近いですから。運動会の予行演習はいつ行うのですか。早くやってみたいです。体操服、鉢巻き、共に装着完了しました。あとは運動の前には準備体操です。一緒にやりましょう。お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいですよ。お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいですよ。年明けの任務は普段以上に気合が入り、お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいですよ。お正月だからといって任務を怠ることはありません。お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいですよ。年明けの任務は普段以上に気合が入ります。お正月だからといって任務を怠ることはありません。お正月だからといって任務を怠ることはありません。年明けの任務は普段以上に気合が入ります。ここは譲れません。はっ、せーい、ここは譲れません。お正月から全力でいきます。これが私からのお年玉です。今節の一振りで新春を祝います。羽子板の経験が生きました。正月太りは避けないといけませんね。おみくじでもいい結果が出ましたからね。当然です。この衣装少し派手すぎませんか。ようやく袖を気にせず立ち回れるようになってきました。敵は誰であろうとこの今節で両断します。絵馬へお願いを書いた効果が出たみたいです。振り袖姿もだんだん板についてきたように思います。今年は飛躍の一年になりそうですね。負けません。もうダメなのです。新年早々おめでたいですね。負けません。新年早々これに慢心せずこの一年精進を続けましょう。お祝いに美味しいお餅を食べましょう。
お正月だからといって任務を怠ることはありません。年明けの任務は普段以上に気合が入ります。お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいですよ。素晴らしいです。明けましておめでとうございます。年明けの任務は普段以上に気合が入ります。さあ今日の任務は何ですか？新年らしいものを期待します。お待ちしておりました。おせちの準備はできています。次から長期で留守にされるときは私に一声かけてください。さすがに少し待ちくたびれていたので戻っていただけて嬉しいです。さすがに少し待ちくたびれていたので次から長期で留守にさ、明けましておめでとうございます。明けましておめで、お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。さあ今日の任務は何ですか？新年らしいものを次から長期で留守にされる次から長期で留守にされるときはさあ今日の任務は何ですか？新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おかえりなさい。あなたの留守中も監視の手は緩めませんでしたよ。年明けの任務は普段以上に気合が入ります。お雑煮を食べたのでお腹はいっぱいですよ。頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。お猫様になりきろうと思ったのにこの姿、お猫様になりきろうと、これで自然の中にも溶け込めるのですね。情報収集ならお任せください。頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。これで自然の中にも溶け、これで自然の中にも溶け込めるのですね。情報収集ならお任せください。頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。お猫様になりきろうと思ったのに、これで自然の中にも溶け込めるのですね。情報収集ならお任せください。せーい、せーい、行きます。せーい、で行きます。せーい、今こそポンポコする時です。野生の力を示します。モフモフを感じてもらいますよ。モフモフ、あんあん、手を触っても肉球はついていませんよ。自然の中を駆け回る力、おたぬき様から学びましたよ。モフモフの尻尾、触っていると癒されてしまいます。この姿をしていると、なかなか、この姿をしているとついつい爪を研ぎたくなってしまいます。モフモフの尻尾、
なかなかどうしてお狸様も悪くないですね。あ、動物になりきればお猫様の言葉がわかるようになるかもしれません。お狸様にも牙はあるんですからね。鳴き声の練習もしておくべきでしょうか。山での修行の成果が出たみたいです。はぁーきゅー、力が及ばずすみません。おたぬき様の力も偉大でしたね。これが自然の摂理です。騙し討ちが成功しましたね。お猫様になりきろうと思ったのに、この姿少し違うような気が。これで自然の中にも溶け込めるのですね。象頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。やりましたよ。やっと見つけましたよ。もうどこにも行かないでください。使ってしまいました。この姿恥ずかしいのであまり見ないでくださいね。見つかってしまいました。このせっかくならお猫様の耳をつけたかったです。今から着替えてはダメですか。探していたんですよ。一体どこに行っていたんですか。見つかってしまいました。あ、戻ってきてくださったのですね。安心しました。探していたんですよ。一体どこに行っていたんですか。あ、戻ってきてくださったのですね。自然に溶け込む準備はバッチリです。ポンパカポンパカ、おたぬき様の登場です。これで自然の中にも溶け込めるのですね。情報収集ならお任せください。頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。頭に葉っぱを乗せればもっとおたぬき様っぽくなれるでしょうか。これで自然の中にも溶け込めるのですね。情報収集ならお任せください。ではなく戦場での活躍をご所望ということですね。了解であります。戦いとご奉仕の両立頑張ります。お仕事の時間ですね。腕が鳴ります。ご奉仕ではなく戦場での活躍をご所望ということですね。ご奉仕ではなく戦場での活躍をお仕事の時間ですね。腕が鳴ります。戦いとご奉仕の両立頑張ります。ご奉仕ではなく戦場での活躍をご所望ということですね。了解であります。行きます、行きます。これでどうです、これでどうです。や
しいたしますね。ご主人様のため退いていただきます。お掃除の邪魔をしないでください。埃一つ残さないよう清掃技術を磨きますね。至らないところがあれば指摘してください。すぐ直しますので。給仕の勉強はなかなか楽しいですね。侍女の中の侍女を目指し、もっと研鑽を積むのです。侍女の戦で培った技術、ご奉仕にも生かします。侍女も体力勝負ですからね。自然と鍛えられました。お料理もお洗濯ももっと手早く上手にできるようにならなくては。剣術もご奉仕も日々の鍛錬によって磨かれるのです。侍女とは奥深い役職ですね。まだまだ学ぶことが多いです。聞きません。我慢です。痛いです。ご主人様の敵を排除するのも侍女としての務めです。お疲れ様です。戦場の後片付けは私がやっておきますね。気が抜けたらお腹が空いてきてしまいました。ご奉仕ではなく戦場での活躍をご所望ということですね。了解であります。お仕事の時間ですね。筆が塗ります。戦いとご奉仕の両立頑張ります。素晴らしいです。はわわ。事前にお掃除は済ませておきました。次は何をしましょう。戦いとご奉仕の両立頑張ります。お帰りなさいませ。ご主人様、すぐにお茶をお入れしますね。侍女たるもの、ご主人様がいない間も家事の手を抜かないのは当然なのです。事前にお掃除は済ませておきました。次は何をしま、事前にお掃除は済ませておきました。次は、ご用がありましたら何でも私にお申し付けください。やっぱりご主人様がいないと張り合いがありません。もっと私に尽くさせてください。おいしいお茶を仕入れたんです。今すぐご用意いたしますね。やっぱりご主人様がいないと張り合いがありません。もっと私に尽くさせてください。ご奉仕ではなく戦場での活躍をご所望ということですね。了解であります。お仕事の時間ですね。筆が塗ります。
までもお供します。お呼びですか？ただいま参上しました。お呼びですか？ただいま参上しました。はっ、お任せください。へや、へや、はっ、へや、お任せください。おっぱいの大きさが全てではありません。私はただ命令に従うのみです。モフモフさせていただきます。私がお守りします。強くなるためには体を動かすのが一番です。どんな任務でもやり遂げてみせます。これもお猫様のご加護でしょうね。強くなることも私の任務ですから。これだけ魅力的になればお猫様に懐いてもらえるでしょうか。おっぱいも成長できたでしょうか。これでまたお役に立てると思います。自分におごることなく精進し続けます。はぁ、これで安心してお猫様をモフモフできます。敵の気配は消えましたが油断せず警戒を続けます。この勝利は必ずや我らの糧となりましょう。どこまでもお供します。新しい任務ですか？はい、準備は万端です。お呼びですか？ただいま参上しました。やりました。お戻りいただけましたか？留守にされている間も見回りは怠りませんでしたよ。お久しぶりです。お猫様をモフモフしてお待ちしておりました。お戻りいただけましたか？留守にされている間も見回りは…え？私のお腹、鳴りましたか？また職務に夢中でご飯を食べ忘れました。お久しぶりです。お猫様をモフモフして、お猫様と話しているの聞かれてしまいましたか？任務があれば何なりとお申し付けください。必ずご期待に応えてみせます。お久しぶりです。お猫様をモフモフしてお待ち、任務があれば何なりとお申し付けください。お久しぶりです。お猫様をモフモフで、私のお腹鳴りましたか？また職務に夢中でご飯を食べ忘れました。任務があれば何なりとお申し付けください。お久しぶりです。お猫様をモフモフして、私のお腹鳴りましたか？ああ、よかったです。このままお戻りいただけなかったらどうしようかと。どこまでもお供します。どこまでもお供します。新しい任務ですか？はい、準備は万端です。猫様を追っていたのですが、ここは
集隊、ただいま参りました。集隊、集隊、ただいま参りました。必ずや勝利をもたらして、至らぬ点も多いかと。集隊、ただいま参りました。必ずや勝利、至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしくお願いします。お猫様、お猫様、お猫様を追っていたのですが、ここは？お猫様、お猫様、お猫様を追って、勝利はすぐそこに参ります。勝利はすぐそこに、勝利はすぐそこに参ります。負けるわけにはいきません。勝利はすぐそこに、一気に型をつけます。私がこの手で活路を開きます。下がってください。これからも精進します。慢心してはダメですね。少しは役に立てるでしょうか。なんとかここまで来ることができました。ありがとうございます。私に足りないところがあれば遠慮なく言ってください。私はまだ未熟です。初心を忘れぬよう努力します。少しは役に立てるでしょうか。この調子でいきましょう。日々前進あるのみです。自分の信じた道を進むのみ。いた！やられてしまいました。私としたことが、すみません。私とした、我々の勝利です。まだまだ気は抜けませんが、おめでたいですね。やりましたね。それでは次の戦いに備えて、束の間の休息を。見事な采配でした。感動です。素晴らしい勝利でしたね。お猫様、お猫様、お猫様を追っていたのですが、ここは？至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしくお願いします。集隊、ただいま参りました。かな、嬉しいです。やりました。集隊、ただいま参りました。必ずや勝利をもたらしてみせましょう。至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしくお願いします。至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしくお願いします。集隊、ただいま参りました。必ずや勝利をもたらしてみせましょう。至らぬ点も多いかと思いますが、どうかよろしくお願いします。お猫様、お猫様、お猫様を追っていたのですが、ここは？